皆様こんばんは、キズナ長崎です。今日はピヨピヨ軍団にシュークリームを買ってきました。三毛猫のカイちゃんはコチョウジの方が好きです。で、隣にいるのはカイくんです。よいしょ、久しぶりに800いくらの割引の、さらに割引で、いくらだったかな、400ちょっとだったか300いくらだったか、なんせ半額よりちょっと値が下がってましたけれども、これマダイと思ったらマダイじゃないですね。これサーモン、カンパチ、マグロでしょ。レオ君、これもしかしたらスズキじゃないかな。とにかく肉厚なんですよね。お刺身二切れ分っていうか、この黒い線みたいなのが入ってるのが結構養殖がこういう感じで多いです。天然物はこういう黒い線が入ってないです。ちょっとしたお茶の豆知識です。見比べてみたらわかると思います。養殖物と天然物のお刺身の切り目の見分け方、黒い線が入ってるか入ってないかです。これ全てのお刺身にはいないと思いますけれども、大体のお魚はそうです。元魚屋が伝えました。元魚屋でもですね、全ての魚を把握してるわけじゃなくてですね、なんですかこれは、いやいや、これは普通にマダイですね。マダイの養殖かとおっちゃんは思いましたけれども、レクゴ安全地帯にどうぞ。安全地帯、よいしょ、水を入れてました。明日も枯れないでこのままの状態に、2、3日盛り合わせの時使う時がありますけれども、全然枯れないです。菊だったかな、菊よね。いただきます。今日は札幌黒な、札幌生ビール黒ラベル、いただきます。うまい。今日はちょっと早めにですね、琥珀の夢本格麦焼酎とカップラーメンの元祖買ってきました。カップラーメン好きやな。カップラーメンじゃカップヌードルですね、失礼。まあ一緒か、一緒じゃないか。今日のスポットライトは、サビとかこの絵がですね、まさかフィギュアでこんなにハマってしまうとは。チキンラーメンのひよこちゃん、名前ゆいちゃんってつけてます。もうこのまた喋り出しますけれども、外で、コロナ時代ですね、2年も過ぎましたけれども YouTube 世界、外ももちろんいいですけれども、外食もいいですけれども、家でゆっくりこうストアとかお魚買ってですね、調理してみたり、いろいろチャレンジしてみたり、晩酌、家での宅飲みもいいですよっていうのをこう一人でもですね、多くの方に
伝わったらなと思いながら、そういう思いもあります。今日はお刺身買ってきましたけれども、またお魚釣れた時はお刺身、お煮付け、唐揚げ、いろいろ料理していきたいと思います。5分は過ぎでしょう。最近口癖になってますけれども、今日のスポットライトはチキンラーメンのひよこちゃん、ゆいちゃんです。